はいどうもこんちゃくれですというわけで今回は佐野啓太選手求めて全力勝負会やっていきたいと思います。はいというわけでございまして昨日7月22日の追加でですね S ランク野手が、追加となったんですけれども、まあ、そちらの動画で、S ランク野手についてはいろいろと解説もしてますので、まあ、ぜひそちらの動画まだ見てないよという方は見ていただければと思うんですけれども、そちらの動画の中で回した戦力強化スカウト、30連だけね、回したんですけれども、そこでね、この佐野啓太選手狙って回したんですけれども残念ながら獲得ならずというところだったんですが、まあ今季ここまでの活躍本当に素晴らしいと思います。打率3割飛んで7厘ホームラン3本打点20、何よりすごいのがまず得点圏打率が4割1分7厘というところ、そして代打成績もね本当に素晴らしいというところでございまして、まあ本当にこの佐野選手に関しては、まあ、今年この DeNA がここまで戻ってこれた、まあ、本当に大きなね立役者だと思っておりますということでございまして、まあファンとしてはね絶対にこの佐野選手が欲しいというところで、今回はこの佐野啓太選手を求めて全力勝負会というところをやっていくんですが、まずはですね自チームミキサー、こちらで、佐野選手を狙っていきます。まあ、ここで引けたら儲けもんだなというところで最大3回今回はやっていきたいと思います。そしてその後ですねこの自チームミキサーで手に入れることができなければ戦力強化スカウトをまたですねこちらの方を回していきたいと思います。まあ、正直ね戦力強化スカウト今回この佐野選手以外はあんまり個人的に欲しいラインナップはそんなに多くないので、まあできればこの戦力強化スカウトまで行かずに、自チームミキサーのところで終われたらいいなというところでございます。ただもしあっさりねこの自チームミキサーとかで終わることができたら久々にちょっと純正でリアタイをね、やってみようかなというふうに思ってます。はいということでございまして今回はかなり引きによってね動画の内容が大きく変わるそんな回でございますが、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はいということでございまして、まずは、ミキサーの方からやっていきたいと思うんですけれど、今現状の DeNA の S ランクの所持状況がこんな感じで、未所持がロペス選手、筒香選手、そして佐野選手という3名でございます。前回のミキサーをねやった時にこのソト選手が、1回でね引くことができて、まあ、ここは非常に良かったなというところだったんですが、それに続いてねこの未所持3人も手に入れたいというところでございます。ただ個人的にはセレクション第2弾で筒香選手来ることを予想しているので、まあ筒香選手は優先度的には個人的には低いかなと思っていますので、まあ佐野選手かロペス選手特にね、まあ狙っていくという感じでございます。はいということでやっていきましょう。前回ね S ランクも圧縮で、自チームの選手5人ぶち込むっていう S ランクミキサーをやったんですが、今回はとりあえず S ランク自球団じゃないところ DeNA じゃないところからいきたいなと思います。じゃあまずはちょっとボックスにあるこの5名からいきますか。まあちょっといろいろかけたくない選手とかも入っちゃうところではあるんですが、この5名でいこうかなと思います。はい中尾選手、太田選手、野間選手、鶴岡選手、上本選手、この5名でいきます。さあ今回の1回目、さあお願いします。ここで佐野選手がいきなり出たらマジで熱い、いきましょう。さあまあもし仮にここで1回で出たらさすがにロペス選手狙ってもう1回いきます。さあまずは佐野選手狙って自チームミキサー1回目お願いします。ドン、おーまあそうですよね。はいということでございまして、まず1回目は三上選手かぶりでございました。今季はねこの三上選手手術もありまして、なかなかね1軍では投げられていないんですけれども、まあぜひね1日でも早く戻ってきてほしいなというところでございます。はいさあということでございまして、2回目いきますか。まあちょっと本当は松井雅人選手とかもねこの中日バージョンなかなかもうレアなのでちょっと置いときたいななんていう気持ちもあるんですが、ただちょっとね純正最強決定戦のためにはもうこれもやるしかありませんということで、この5名でいこうかな。はいこの5名でいきたいなと思います。ちょっと TS も混ぜた非常に豪華なミキサーでございます。いきましょう今回の2回目、お願いします。さあここで佐野選手かロペス選手、そして筒香選手、この3人お願いします。2019シリーズ1ではですね本当にミキサーの闇にはハマりたくない、ここで手に入れたい、お願いします。さあ頼む2回目、引けない。この神里選手はもうすでにエキサイティングでも持っていますというところで、まあこちらもねミキサー用意にしましょう。はいということでございまして、まあ今回ちょっと2回じゃ無理でしたということで、ちょっとボックスの方から引っ張っていきたいと思います。はいということでございまして、今回のミキサーラストこの5名で S ランクミキサーをかけていきたいと思います。さあもうここで佐野選手出してガチャを回避しましょう、お願いします。さあ今回のラスト3回目、お願いします。まあもちろん佐野選手が一番の狙いで今回ございますが、ロペス選手でももちろん全然 OK です。ロペス選手に関しては12球団オーダーにもね当然入ってくる可能性ありますので、早めに来たら嬉しいところでございます。さあ頼む、よいしょ、
おーいや惜しかったな。外野左バッターというところまでは完璧でした。楠本選手ありがとうございます。ということでございまして、残念ながら S ランクミキサーの方ではね、この佐野選手手に入れることができなかったので、てか楠本選手と佐野選手の写真やっぱなんか似てんな、一瞬今来たかなって正直思ったんですよね。はい、ということでまあこの佐野選手を狙ってね、今回はこのガチャを追加回ししていきたいと思います。今30連目まで回していますので、40連目からのスタートになります。今右上のエナジー712エナジーあるんですが、課金なしでこの残りのエナジーだけで終われたら最高だなということで、あえて課金をせずにちょっとまずは回していきたいと思います。じゃあ行きましょう、戦力強化スカウト。今回の10連目合計40連目いきたいと思います。さあもうサクッと終わろう。もう本当に確定以外前回30連の中で出なかったので、今回は確定以外でまあ1枚2枚ぐらい出てくれてもいいんじゃないかなというふうに思っております。さあ40連目頼む。いやー来ない。まあ最近本当にガチャ運がね良すぎたんでね、まあなかなかちょっとそろそろ下に振ってもおかしくないなというところではあるんですけども、確定1枚東山選手ありがとうございます。まあ東山選手は育成の方がね、まあ70までは終わってますので、まあ継承して称号までという感じでいきたいと思います。はい、 OK。 20連目合計50連目でございます。いきましょう、ここで佐野選手が出なければ追加課金決定です。お願いします。さあ頼む、もうここで終わろう、マジでマジで終わろう。さあ20連目、合計50連目頼む。さよならのチャンス、まだ可能性ある。おお、カットインきた。よし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 、さあ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 、あとはもう 30% よ、あとはもう 30% です。佐野選手が出る確率は 30%。 さあ頼む、 30% 引かして、どこで来る、どこで来る。さあ4 5 5枚目、引けない。巨人亀井選手ありがとうございます。亀井選手ね、でも今年本当に素晴らしいですよね。キャリアハイワンチャンいけるんじゃないかっていうぐらい素晴らしい成績をここまで残してますが、まあまさか2019年に1番亀井が定着するとは正直僕も思ってませんでした。個人的には5番亀井時代がめちゃくちゃ好きだったので、このままね、調子維持してほしいなと思っております。さあただもう1枚来い、もう1枚可能性はある、もう1枚来て。はい、ということでエナジーの方を追加してきました。今回の30連目、合計60連目、ここは S ランクの新選手が1人確定なので、もう 30% です。はい、最後のところで 30% 勝負というところでございます。佐野選手頼む、マジでここで出したい。いきましょう、60連目、お願いします。さあ頼む。まあなかなかね 30% という確率は本当に難しいもので、うん、まあ3回引いて1回引けるかどうかっていうところぐらいなので、まあね、なかなか難しいところでありますけれども、さあ頼むよ。今回がこれで今後このガチャで引ける S ランク3枚目なので、おお2枚、だー、おえー、いやちょっと待ってくれ、これは想像してなかった。ここでこういう引きしちゃう。吉田正尚選手ありがとうございます。マジか、エキサイティングですごい欲しい欲しいと言ってて結局引けなかったんですけど、いやこれは普通に嬉しいわ。吉田正尚選手ありがとうございます。吉田正尚選手の A ランクずーっとたくさん置いてきたので、まあちょっとシリーズ的にねセレクションも出ちゃってるのでなかなか難しいところもあるんですけど、まあ、おそらく育成の方をするんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。さあちょっと 30% 外して思わぬ方向に行きましたけど、ただもう1枚確定だからね、最後の最後7 8 9ということでラスト頼む。ここで佐野選手 30% お願いします。よっしゃったー、楽天藤田選手ありがとうございます。まあ元ね横浜ベイスターズという選手ではございますが、いや違うんだよな今回は。ただまあ藤田選手も今回ね査定上がってショート B になってます。はい、まあその話は昨日の動画でやってるんでぜひ見てください。まあでも西山貞選手がここは非常に嬉しかったかなというところでございます。まあ左の大砲というところではね、左バッター本当にいい選手引けたんですけどね、この佐野選手が欲しいです。さあ行きましょう、70連目、お願いします。もう本当にもう本当に終わりたい。今回の合計40連目、さあ頼むよ、頼む、来ない、割れて、いやー来ない、厳しい、マジで厳しい。3、おお亀戸さん A ランクありがとうございます。まあでもさっき確定以外で1枚出ちゃいましたからね、なかなかな、まあさすがにもうあと出ても1枚か2枚でしょうというところでありますか。小笠原慎之介選手もありがとうございます。さあ残り20連です、もう最大ここから先はいけません。はい、80連目、合計今回の50連目、お願いします。おー、いいな、紙吹雪は来るんだよな最近本当に。ただ紙吹雪率が上がったからか分かんないですけど、こっからの S ランクが本当に低い最近マジで。頼む、いやーカットイン入らない、
割れて、おお割れた、きたーきた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 ー。あとは 30% マジでもう何回目の挑戦か分かんないけど、いくよ。おお耐えていく今井選手、ありがとうございます。今井選手ね、プロスペ2019でオーペナー回すとめちゃくちゃすごい成績残ってる。はい、まあいいでしょう。3枚目、3、4、4枚目、だー引けない。バルガス選手ありがとうございます。まあバルガス選手もね、今シーズン新加入の外国人選手ですけれども、まあ、ちょっとここまでね、なかなか数字残せてないと思いますので、ぜひ頑張ってほしいなと思います。さあもう1枚来て、もう1枚頼む。いや、こんなにも 30% 引けないか、なかなかこんなに引けないことってそう多くはないんですけどもね。うん、ということでございまして、ラスト、ちょっと待って、ラストのラストでエナジーが足りない。はい、ということでございまして、再びエナジーの方を追加してきました。いや、もう結局ここまで来てしまった。10連戦力強化スカウト、ラスト10連いきたいと思います。いや、もう本当に頼むよ、ここまで回したんだから、最後の最後出てくれ、頼む、お願いします。今回のラスト合計90連目いきたいと思います。お願いします。さあ頼む、ラスト最後にハッピーエンドで終わろう。もうこれ出たらハッピーエンドなんだ、頼む、お願いします。マジで、まあ、佐野選手に関しては S ランクダブってくれてもいいなぐらいに思ってるんですけどね。 A ランクもなかなかあともう1枚必要なところなので、まあダブってくれてもいいなというところでも思っていたんですが、ここまで1枚も出ず。さあ頼む、本当に最後、マジで最後、3、4、5、6、7、8、9、ということで本当に最後の最後は何も起こらず終わりましたね。ということでラストいきたいと思います。頼むよ本当に、最後 30%、 佐野選手、佐野選手、佐野選手、ラスト、よいしょ、オッケー、オッケーオッケー、ということでございまして、なんとかね、最後の最後に引くことができました。よかった、マジでもうこれは本当に嬉しい。ここで引けなかったら結構心折れたところあったんですけど、いやーよかった、佐野選手最後に引けました。